どうも皆さん、おはこんばんにちは、アイスゲアです。ということで今回もコールオブデューティーブラックオプスブラックアウトを実況プレイしていきたいと思います。はい、ということで今回ね2日目ということで、結構慣れてきましたのでね、はい、がっつり今回は戦っていってドンカツを狙っていきたいと思います。はい、今回あのカット割りじゃなくてもう1本取りぐらいの気持ちでいきますので、では戦場に行きましょう。レッツゴー。あ、ここだよね。さてさて、今回はね、あの前回みたいな感じでねパッパッパッと出しませんからね。はい、ちゃんとしたねこのコールオブデューティーブラックオプス ブラックアウトのね、はい、楽しさを皆さんに見てもらいたいと思います。口が回んね。まあいいや。じゃあ今落ちちゃった、やばかった。あー来た、ラジコンか。ラジコンは正直後でいいや。今来るものじゃない。なんか拾った。じゃあ武器。オッケー、来た。俺オッケー。まもなく崩壊が起きるだろう。指定されたセーフゾーンへの移動を推奨する。オッケーオッケーオッケー。ショってね、なんか痛いよね。お、見て、まあまあこれ強い。弾だけ拾っとく。さてと、今ねラジコン手に入れたんで使っていきましょう。これで偵察です。あ、ここら辺に敵がいたはず。通信、サプライドロップが来るぞ。こういうことができるんです。まだ多分本人は大丈夫でしょう。円も入ってるので、すげえ外した。やりに行きましょうか。なぜに後ろを向いていた。よし、投げ物もらっていきましょう。あ、デッドサイレンス。崩壊が予想される。指定されたセーフゾーンに移動しよう。センサーなんやらは何の意味があるんだろう。
有効範囲内の敵を捕捉する。おいいじゃない。だわ、てちょっと回復しましょう。報告、サークルの崩壊が始まる。セーフゾーンに向かえ。さあ出番だ、ゴーと。いた。通信、サプライドロップが来るぞ。さてと、水系地震は大丈夫そうだね。通知する、さらなる崩壊が予想される。指定されたセーフゾーンに向かえ。ラジコンは厳しいな。デッドサイレンス、ドリフター、すごい速さで動けますのでね。うお、OK。いいよ、逃げよう。危ない。さらなる崩壊が予想される。指定されたセーフゾーンに移動しろ。サークルの崩壊が始まる。セーフゾーンに向かえ。つけ。
ックして、失敗だ。全戦闘員を失った。はい、ということで、くー、サイト告げてればな。大規模な崩壊を観測した。セーフゾーンへの退避を命ずる。まだまだね、エイムがよろしくないですので。悔しい。もうちょっとだったね。はい、ということでご視聴ありがとうございました。いやー、ラジコンがなかなか面白いので、皆さんも使ってみてはどうでしょうか。あれね、最初の方はすごい強いですよ。敵の位置を見れて、はあ、そこからいろいろやれますよ、ね。うん、サークルの崩壊が始まる。ということで、お疲れ様です。